平野翔が圧倒的1位。上腕、INI、B、ファーストも参戦。モテ男ランキングトップ3を大公開。平野翔さんの魅力を、ダンスの実力だけでなく、人間性や幅広い世代から支持される理由に焦点を当てて解説。ナンバーアンダーライン愛の平野翔が圧倒的な存在感で1位に輝いた、上腕、INI、B、ファースト、そして、 ナンバーアンダーラインアイのメンバーで一番モテそうな人ランキング。平野は9月6日に公開されたイヴ・サンローランボーテの新ビジュアルに登場し、その圧倒的なカリスマ性で再びファンの心をつかみました。インスタグラムにアップされた動画や写真には、メンズですけど買いたくなりましたという声が寄せられるなど、女性だけでなく男性からも熱い指示を受けています。これは単なるビジュアルの美しさにとどまらず、 平野の持つ内面的な魅力や存在感が幅広い層から共感を呼んでいる証拠と言えるでしょう。平野章のモテエピソードの一つに、今年2月8日に放送された、デーデー。日本テレビ系で語られたバレンタインデーの話があります。彼は小学4年生の時に、人生最高の64個ものチョコレートをもらったというエピソードを披露しました。この時点から、 すでに多くの人々を惹きつける天性の魅力を持っていたことがわかります。幼少期から光を放つような存在感があったという事実は、彼の現在の成功につながる一つの大きな要因なのかもしれません。ファンから寄せられたコメントの中には、絶対的に顔面偏差値が高い異性同性問わず魅了される存在という声が多く見受けられます。確かに平野の魅力は、単に外見の美しさだけではなく、 その内面からにじみ出る優しさや男らしさ、そして圧倒的なカリスマ性にあるといえます。一方で、第2位に輝いたのは同じくナンバーアンダーライン愛の岸優太でした。岸の魅力は何といってもその温厚で天然な性格、そして周囲から愛されるキャラクターです。彼は2023年9.10月合併号のファッション誌、モア a 修社者でのインタビューにおいて、自身のモテポイントをギャップだと語っています。 普段は穏やかで愛されるキャラですが、パフォーマンスの際には一転してクールな表情を見せるその姿に、多くの人が心を打たれているのでしょう。3月9日に放送された、トークインズ・フジテレビ系では、女性にモテないと告白していましたが、SNS 上では、本人が気づいていないだけで実はモテている、魅力的すぎて気にしなくても大丈夫といった声が多く上がりました。実際、ファンからも、 可愛くてかっこいいスタイルが良く、歌もダンスも表現力が抜群、優しさと頼もしさ、男らしさを合わせ持っているといった賞賛が寄せられています。騎士のギャップの魅力は、間違いなく彼が愛される理由の一つとなっているのです。そして3位にランクインしたのが神宮寺優太であり、ナンバーアンダーライン愛のメンバーがトップ3を独占する結果となりました。神宮寺の魅力は、その紳士的な振る舞いと落ち着いた雰囲気です。 国民的彼氏としても知られる彼は、以前所属していたジャニーズ事務所時代からファンやスタッフへの細やかな気配りが評判で、今回のランキング結果にも、老若男女問わず優しい国民的彼氏の異名を持つ王子様といったコメントが寄せられています。多趣味であることから、彼と一緒にいると常に新しい話題で盛り上がりそうな予感がしますね。彼の多彩さと上品さ、そして他者への気遣いが、 彼をさらにに魅力的ししているのでしょうこのランキング結果を見ると、ナンバーアンダーライン愛のメンバーがいかに幅広い層から支持されているかがよくわかります。彼らはただ単に見た目が良いだけでなく、その内面や人柄、そしてパフォーマンスにおいても他を圧倒する存在感を持っています。平野翔の堂々たる1位獲得は、彼がただ単にルックスが良いだけではなく、ファンの心をしっかりとつかむ存在であることを示しています。 彼のダンスや歌のパフォーマンスはもちろんのこと、その中に垣間見えるセクシーさや力強さ、そして何よりも謙虚な性格が、多くの人々を引きつけてやまないのです。さらに岸優太のギャップや、神宮寺優太の紳士的な振る舞いも、女性だけでなく男性からも憧れの的となっています。このように、それぞれのメンバーが持つことなる魅力がナンバーアンダーライン愛というグループ全体の魅力を引き立てているのです。そして、 それが彼らがトップ3を独占する結果につながったのではないでしょうか。一方、他のグループのメンバーも確かな存在感を持っています。例えば、上腕の大平翔正は、その透明感と柔らかな雰囲気でファンを魅了し、川尻蓮はキレのあるダンスパフォーマンスと繊細な表情で多くの人を惹きつけています。INI のメンバーである池崎理人も、その深い歌声とクールなビジュアルで注目を集めており、 ファーストのソタやシュントもダンスやラップで圧倒的な存在感を示しています。しかし、今回のランキングではナンバーアンダーラインアイのメンバーが独占したことにより、彼らが現在の日本の音楽シーンでいかに強いインパクトを与えているかが明らかになりました。また、最近の音楽業界のトレンドや流行に敏感な若者たちからだけでなく、幅広い年齢層に支持されている点も特筆すべきです。 特に平野翔はその圧倒的なビジュアルとパフォーマンスで若い女性だけでなく、お年寄りや男性からも支持を受けているという事実は、彼が真のアイコンであることを示しています。彼のような存在は、単に歌やダンスが上手いだけでなく、彼の意気揚や人間性が多くの人々に共感を呼んでいるのです。今回のランキング結果は、ナンバーアンダーラインアイというグループが持つ潜在的なパワーと、 そのメンバー一人一人が持つ魅力が最大限に発揮されていることを示しています。平野翔、岩優太、神宮寺・優太、それぞれが持つ異なる個性とカリスマ性が組み合わさり、彼らが日本の音楽シーンだけでなく、アジア全体、そして世界へとその存在を広めていくことは間違いないでしょう。これからも彼らがどのような活躍を見せてくれるのか、多くのファンが期待と興奮を胸に見守っていることでしょう。 今後の彼らの活動に対する期待は、ますます高まるばかりです。特にナンバーアンダーライン愛が今後どのような形でその実力と魅力を世界へ発信していくのかは、ファンだけでなく音楽業界全体が注目しています。平野翔の圧倒的なビジュアルとパフォーマンス、岸優太のギャップに満ちた魅力、そして神宮寺優太の紳士的で品のあるキャラクター、これらすべてが一つのグループに集結しているという事実は、まさに奇跡のような組み合わせです。 日本初のボーイズグループが世界で注目を集めることはこれまでもありましたが、ナンバーアンダーライン愛の存在感はそれらとは一線を画しています。彼らは既存のアイドル像を超え、より多様性に富んだ魅力を持つことで、年齢や性別を問わず多くの人々の共感を呼び起こしています。これは彼ら自身が常に新しいことに挑戦し続け、自己表現の幅を広げているからこそ成し得たものなのでしょう。特に平野翔は、 その見た目だけででななく多面的な才能を持つことで知られています彼のダンスや歌唱力はもちろん、ドラマやバラエティー番組への出演を通じて、その天真爛漫でユーモラスな一面が多くの人に親しまれています。また、岸優太が持つ、ギャップ萌えの要素も非常に魅力的です。普段はおっとりとした天然キャラクターでありながら、ステージに立った瞬間に見せる鋭いパフォーマンスは、多くのファンを虜りこにしています。 彼の優しさや思いやりは、ファンイベントなどでもよく話題になっており、その真摯な姿勢が多くの人に感動を与えています。そして、神宮寺雄太の、国民的彼氏、という異名は、彼の持つ紳士的な振る舞いと相まって非常に説得力があります。彼のファンへの対応は、まさに、王子様のような丁寧さと気品が感じられ、どんな人に対しても誠実である姿勢が、人々から愛される理由の一つです。 彼の多趣味な一面も、ファンとのコミュニケーションをより豊かにしており、その豊かな知識と経験が彼の魅力をさらに深めています。今や日本のエンターテインメントシーンは多様化し、様々なジャンルやスタイルが共存するようになりました。その中でナンバーアンダーラインアイは、自らのアイデンティティを確立し、他のグループとは異なる独自の魅力でファンを引きつけ続けています。彼らの存在は、単なるアイドルではなく、 一つのカルチャーとして人々に受け入れられつつあるのです。今後、彼らがどのような活動を展開していくのか、さらに多くの国や地域でその名を広めていくのか、ファンのみならず多くの人々が期待と興奮を持って見守っています。そしてその道のりには、確かなスキルと人間性、そして何よりもファンに対する深い愛情が支えとなることでしょう。彼らの物語は、始まったばかり。 これからの挑戦や成功を通じて、彼らがどのように成長し続けていくのか、その一挙手一投足から目が離せません。また、これからのナンバーアンダーライン愛が国内外でどのようにさらなる存在感を発揮していくかは、他のボーイズグループにとっても刺激となるでしょう。今やエンターテインメント業界は国境を越え、オンラインを通じて一瞬で世界中に情報が広まる時代。そんな時代において、平野紫蘭、ガ太。 ジンブージユータを含むナンバー,アンダーラインアイのメンバーたちが日本のボーイズグループの未来をどのように切り開いていくのか、そしてその輝かしい未来がどのようなものになるのか、私たちはその成長の瞬間を共に見届けることができるのです。ファンの声や応援が彼らにとって大きな力となることは間違いありません。彼ら自身もファンとのつながりを大切にし、常に感謝の気持ちを表現し続けています。そうした姿勢が、 彼らをさらに愛される存在へと導いているのではないでしょうか。彼らが紡ぐ一つ一つのステージや楽曲、メディアでの姿は、これからも多くの人々に感動を与え、希望や夢を届けてくれることでしょう。最後に、このランキング結果は単なる一時的なものであるかもしれませんが、それを通じて感じられるナンバーアンダーライン愛のメンバー一人一人の魅力や努力、そして彼らが持つ可能性は計り知れないものがあります。 彼らのこれからの歩みが、さらに多くの人々に愛され、称賛されるものになることを願っています。そして、彼らがどのような道を選び、どのような未来を描いていくのか、その旅路に私たちが共に寄り添い、応援し続けられることが、ファンにとって最大の喜びであるに違いありません。